ロシア航空宇宙軍が第5世代ステルス戦闘機であるスホイ57を投入したみたいだね。ウクライナとの戦いは長期化しているし、ロシアとしても苦しい状況が続いているからな。ウクライナは国民一丸となってこの状況に立ち向かっているもんね。ロシアが苦戦するのも無理はないよ。それに比べてロシアの士気は低いからな。何せ全世界から非難の的になっているんだから、下級の兵ほど何のために戦っているのかわからなくなるんじゃないか。そうだね。いろいろな情報が出回っているし、みんなには情報の見極めをしっかりしてほしいと思うよ。さて今回は冒頭でも紹介したように、ロシア航空宇宙軍が第5世代ステルス戦闘機スホイ57を投入したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年2月24日、ロシアはウクライナに対して、ウクライナ国内の新ロシア派住民をウクライナのネオナチ勢力から保護することを名目に、特別軍事行動と称した軍事侵攻を開始したよ。このロシアのウクライナ侵攻に対して、世界各国の政府や指揮者は、軍事大国であるロシアがオグにウクライナをあっという間に制圧するであろうと予想していたね。しかし、そうはならなかったな。ウクライナは米英を筆頭とする西側先進諸国から多くの武器及び情報などの支援を受けながら、祖国防衛という高い士気の下に団結して防衛戦闘を展開し、大方の予想を裏切り前線を続け、ロシア軍は4月上旬までにはウクライナの首都キーフを含めたウクライナ北部から完全に撤退し、戦線の立て直しを余儀なくされたぜ。ロシアの慢心と士気の低下とか、内側から崩れたことも要因の一つだよね。そうだね。それ以後、ロシア軍はウクライナ東部の新ロシア派の支配地域であるドネツク州やルガンスク州の支配領域拡大を機として、東部及び南部への戦力の集結を図り、攻勢を強める方針に切り替えているんだけど、5月上旬時点で、ロシア地上軍は、ロシア陸軍が投入可能な戦力の3分の1を喪失したとされているよ。5月9日にはロシアの国家的記念日である独ソ戦戦勝記念日が控えており、ロシアとしては何としてでもこの戦勝記念日までには、目に見える形での戦果が欲しかったんだろうけど、現実はとても誇れる戦果を獲得できてはおらず、プーチン大統領も戦勝記念日での演説では、ロシアを行った軍事行動の正当性と NATO 諸国に対する批判を展開するに止まっているんだ。このようにロシア軍は非常に劣勢な展開となっており、4月14日には、ロシア黒海艦隊機関のスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワが、ウクライナ軍の地対艦ミサイルネプチューンにより撃沈されるに至り、ロシア軍の予想外の劣勢は誰の目にも明らかになってきたよ。ロシア軍の4月中旬以降の戦略では、ロシア国境からもほど近く、ロシア国内からの兵站や新ロシア派の支配地域からの支援も受けられるウクライナ東部や南部に戦力を集中すれば、ロシア軍はウクライナ軍に対して大攻勢が行え、一気化成にウクライナ軍を後退させて支配地域を拡大させるはずだったんだ。特にウクライナの東部は、ウクライナ北部とは異なり平地が広がっており、歩兵が身を隠す遮蔽物が少ない地域だからな。そのため、ロシア軍が誇る戦車部隊が最も活躍できる地形であり、戦勝記念日までにはロシア軍は、ウクライナ東部で強力な機甲戦力を用いた大規模な戦車戦闘を行うのではないかと見られていたぜ。それに対してウクライナ側は、北部では歩兵が遮蔽物に隠れて、歩兵携行式対戦車ミサイルを用いた待ち伏せ戦闘を主にロシア軍を迎撃していたが、待ち伏せ戦闘が難しい平野においては、防御力が皆無である歩兵では、対戦車戦闘では非常に不利な状況であるとの分析が、西側各国の指揮者から示されていたんだ。ウクライナも同じような懸念は十分に認識しており、NATO 諸国を中心に戦車や榴弾砲等の重装備の提供を切望しているよ。これに対して米国を中心とした NATO 諸国等は、約100門の 155mm 榴弾砲や自走榴弾砲の提供を決定しており、順次ウクライナへの輸送を行っているね。さすがに西側第3世代主力戦車の提供は、ロシア側を必要以上に刺激することを恐れていってはいないけど、NATO に加入した旧東側諸国が保有する旧ソ連製の T-72 戦車等を積極的に提供しているよ。西側諸国はロシアに対する経済制裁を強化していて、ロシア国内では、一部の商品では品切れが相次いでいるよね。しかしながら、ロシアは国内では食料や天然ガス等の資源が豊富であるため、経済制裁の効果は現れがたいのではないかという意見も指揮者から上がっているが、しかし資源や基本的な食料についての自給は可能であっても、ロシアは精密機械の製造技術が未熟であり、精密機械については他国からの輸出に頼らざるを得ない実情があるぜ。
例えば、ロシア国内の携帯電話網を維持するための保守部品の大部分は西側諸国に属する企業のものを使用しており、この企業がロシア国内での部品提供を拒んでいる現状では、ロシア国内の携帯電話網を維持することは相番できなくなり、ロシア国内で携帯電話を使えない地域が拡大していくのではないかとの懸念が上がっているな。そうそう。さらにミサイルや精密機械に利用される半導体もロシアは輸入に頼っており、現状では中国からの輸入に頼っている状態のようだけど、中国からの輸入では賄えない部品も数多く存在し、そのような部品に依存する兵器についてはロシア国内での生産もままならなくなるんだ。そのような兵器は概して高性能な兵器であり、ロシアとしては在庫に限りのある高性能兵器については、今回のウクライナ侵攻では極力使用したくないというのが本音だろうね。しかしながら、先に述べたようにロシア地上軍の3分の1の戦力が戦闘により消失し、航空戦力についても3月中旬時点で、ロシア軍はジェット機とヘリコプターをそれぞれ100機以上喪失した模様だとの報道もなされているんだ。このような情勢の中、ロシア軍は数の上で主力を担っていた、70年代から80年代の旧ソ連時代に製造された兵器群の在庫が不定してきているようだね。ロシア軍が保有する戦車について、4月末時点で写真等にて確認されている限り、D64 戦車が15両、D72 戦車が379両、D80 戦車が115両、D90 戦車が19両破壊されていることが確認されているよ。そして、4月後半には、これまで投入されていなかった最新型の T90M がウクライナ戦域に投入され、撃破されていることが確認されてるんだ。ロシア側にとっては大打撃だよね。さすがにここまでの反撃は予想外だったんじゃないかな。ところで T90M って ?T90M 戦車は、2021年より部隊配備が開始された最新型の戦車だね。本来、ロシアは T14 戦車と呼ばれる最新鋭戦車を開発して配備を目指したんだけど、経済情勢の悪化や部品調達がうまくいかずに同社の開発が遅延し、その穴を埋めるために T72 戦車をベースに現代戦に対応すべく大幅な近代化改修を行い開発されたんだ。T14 戦車が投入できないロシア軍としては、まだまだ数も揃っておらず、補充もままならない虎の子の戦車だけど、数の上で主力であった T72 戦車の大量撃破により運用可能な戦車が不定してきているのか、4月中旬頃より戦線に投入されたようだね。戦線投入後、数日で撃破されたようだけど、ロシア陸軍が補充の効かない高価な戦車を投入せざるを得ないほど、ロシア軍内部で戦車のやりくりが難しくなっている状況が伺えるね。そして、それはロシア空軍の方がもっと切実なんじゃないかな。ロシア空軍が現在保有する戦闘機戦闘爆撃機以下、作戦機は約1200機なんだけど、2014年のロシアのクリミア併合により欧米から経済制裁を受け、そもそもロシアの GDP が韓国以下であることを考慮に入れると、運用可能状態にある機数は多くても保有数の 35% 程度、420機ほどであると思われるよ。そして、そのうち、ウクライナ戦線に投入した作戦機のうち、100機程度は撃墜されたものと報道されているため、ロシア空軍は運用可能な作戦機の4分の1をすでに失っているものと推定されるんだ。特にロシア空軍はウクライナ上空での航空優勢の確保に失敗した影響で、大型の地対空ミサイルによる迎撃を受けやすい航空での飛行を避け、ウクライナ上空では低空で飛行することを余儀なくされており、この影響で地対空砲や歩兵携行式の近距離地対空ミサイルによる迎撃を受け、損害を拡大させた経緯があるからな。そうだね。ロシア空軍の苦しい懐事情は、戦線に投入される戦闘機にも現れ始めているよ。ロシア空軍は4月に入り、ウクライナ戦域に第5世代ステルス戦闘機であるスホイ57戦闘機を投入し始めたんだ。スホイ57は2010年に初飛行したロシア空軍の最新鋭戦闘機で、初飛行から12年経過した2022年時点でも76機しか発注されておらず、この機数の配備を完了するまでには2028年までかかる見通しであるとされているよ。スホイ57のスペックについて詳しく、スホイ57戦闘機の基本スペックとしては、短座式の双発機であり、全長 19.8 メートル、全幅14メートル、全高 6.05 メートルであり、ステルス性能や超音速巡航能力も有しているよ。ステルス性については、米国の F-22 戦闘機や F-35 戦闘機と比較すると一段劣り、ステルス性は進行方向に限定したものであるという評価が一般的だけど、それでも、ロシア空軍が有する唯一の第5世代戦闘機だね。まさにロシア空軍の虎の子の戦闘機ってわけだね。そうそう。そして、2022年現在、ロシア空軍で実戦配備された機数は20機にも満たず、
ロシア空軍としては、絶対に損失を出せない大切にしまっておきたい戦闘機のはずだよ。このロシア空軍にとって大事なスホイ57戦闘機だけど、ロシアがウクライナにステルス戦闘機を投入する必要性が発生したのかといえば、答えはノーなんだ。みたいだな。ロシアはウクライナ戦域にステルス戦闘機の必要性は感じていないようだぜ。そうなの？それってどうして？なぜなら、今回投入されたスホイ57戦闘機は、ステルス性を最大限に発揮するために機体内部のウェポンベイに弾薬を収納して出撃することをしていなくて、弾薬の搭載量を最大化するために従来型戦闘機のように機体外部に弾薬を取り付ける形式で飛行していたんだ。これは、スホイ57戦闘機の利点が全く活かされてなくて、ステルス戦闘機としてではなく、従来の戦闘機と同様の運用方法で戦線に投入されていることを示しているよ。これでは、撃墜されて西側諸国に機密漏洩する危険性を冒してまで、スホイ57戦闘機を投入した意味がないよな。そこから推測されることとして、ロシア空軍内で既存の戦闘機や戦闘爆撃機の在庫が不定しているのではないかということだね。もともと、稼働率の低いことが推測されていたロシア空軍だけど、ここに来て、稼働率が深刻なレベルにまで達しているのかもしれないよ。過去、ロシア空軍は2018年のシリア内戦でスホイ57戦闘機の実戦投入を行っているんだけど、シリア内戦で投入した際は、ロシア空軍の盛況さを世界にアピールする絶好の機会となったんだけど、ウクライナ侵攻においては、ロシア空軍の脆弱さを示すこととなり、両者が無落の結果となってしまったことは、ロシアにとって非常に皮肉なことだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。国産自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 の最新情報をキャッチしたよ。確かこの OZZ5 は海上自衛隊の最新鋭護衛艦である最上型護衛艦で搭載予定なんだよな。最上型のさらなるパワーアップが見込めるってわけだね。最上型は少人数での任務遂行が可能な多機能護衛艦でハイテク防衛装備がふんだんに搭載されているからね。さて、今回はそんな最上型に搭載予定の OZZ5 を詳しく見ていくよ。それじゃあ行ってみよう。海上自衛隊の最新鋭護衛艦最上型 FFM は22隻の建造が計画され、三菱重工業長崎造船所において偽装が進められているよ。一番艦の最上が、2022年4月28日に就役する予定なんだけど、その最上型護衛艦に搭載される予定の自立型無人水中高層隊、アンマンド・アンダーシー・ビークル UUV について、4月20日から22日まで東京ビッグサイトで開催された。国際海事展シージャパン2022で、防衛装備庁がその詳細を明らかにしたんだ。最上型護衛艦はこれまで海上自衛隊になかった艦級で、FFM という艦式号が与えられ、これはフリゲート艦を表す FF と、多目的マルチファンクショナルと機雷マインの頭文字の M を合わせたものであるとされるんだよね。フリゲート艦って？フリゲートは現在では、一般的には対潜防空能力を有していて、揚陸部隊、補給部隊、小船団などの護衛を主な任務とする艦の呼称だな。艦隊サイズとしては概ね駆逐艦より小さく、コルベットより大きいとされ、今海域での活動から遠洋での活動にも対応可能な航行性能を持っているぜ。この FFM 最上型護衛艦の構想が明らかにされたのは2013年12月に発表された。いわゆる25大港で、海上自衛隊における情報収集警戒監視任務が増大していることに対応するため、護衛隊軍に所属しない護衛隊艦番号が10番台あるいは2桁の護衛隊を5個から6個に増やし、保有する護衛艦を47隻から54隻に増強することになっていたんだけど、この2014年から2024年の間には冷戦期に整備した旧式化した護衛艦4隻が退役する予定であったことから、それらを入れ替えつつかつ増強を実現するために、多様な任務への対応能力の向上と艦隊のコンパクト化を両立させた新型艦艇として計画されたものなんだって。この時点で FFM は多機能護衛艦 DEX と称されており、従来の近海沿岸海域の防備を担う DE アブクマ型護衛艦の後継艦種とされていたよ。このアブクマ型護衛艦は基準排水量2000トン満載排水量2900トン、全長 109.0 メートル最大幅 13.4 メートルであるのに対して、最上型護衛艦は基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートルと一回り大きな設計となっていて、沿岸警備から外洋の航行も可能とされているんだ。防衛装備庁による当初の公募では、多様な任務への対応能力の向上と船体のコンパクト化の両立が求められ、2015年時点では3000トン型護衛艦と称されていたんだけど、
最終的にはその3割ほど大型化した3900トン型護衛艦となったみたい。実は1番艦もがみよりも一足早く2番艦熊野が2022年3月22日に、岡山県の三菱重工業マリタイムシステムズ旧三井 ES 造船玉の艦船工場で就役し、海上自衛隊横須賀基地の掃海隊群に配備されているんだけど、これは1番艦もがみの機関運転試験の際に脱落した部品を吸い込んでしまった。ガスタービンエンジンが損傷し、工事の進捗が遅れたためなんだよね。もがみ型護衛艦は、現在3番艦の城と4番艦三熊がそれぞれ浸水し、三菱重工業長崎造船所において偽装工事中となっているよ。2番艦が熊野が掃海隊群に配備されたように、従来の護衛艦にはなかった大気雷戦能力の導入がもがみ型の特徴であり、これは、近年の日本周辺における国際情勢の変化が背景となり、主要国の間で大規模武力紛争が生じる可能性が低下したことに伴い、海上自衛隊では掃海部隊の規模縮小が検討されるとともに、南西諸島など日本周辺の島嶼防衛のための水陸両用作戦を掃海部隊が支援することになったためなんだ。つまり、現在保有している機雷掃海用艦艇の退役を進めた後も必要な大気雷戦能力を担保し、対中国を意識した島嶼戦において、大気雷戦を含む水陸両用作戦支援を遂行する艦として、期待されているのがもがみ型護衛艦なんだよな。もがみ型護衛艦は、その強力な主砲火力という UV によって、機雷の掃討と上陸部隊の支援、および敵前掃海に対応するとみられており、そのために各種装備品が搭載されているよ。大気雷戦のためにもがみ型護衛艦に搭載されているのが、大気雷戦ソナーシステム OQ91 で、大気雷戦において、可変深度式ソナーバリアブルデプスソナー VDS による機雷の捜索とその種類の判別を実施するとともに、近隣に展開している味方の掃海艦艇や掃海ヘリコプター、掃海母艦などからの情報と時間の各種センサー情報を統合し、あらかじめインプットされた戦術思想に基づいた情報処理を行い、作戦全般における情勢判断及び行動意思決定を支援するための機能を有しているとされているんだ。さらにもがみ型護衛艦の大気雷戦能力を向上させるために搭載されるのが、無人機雷排除システム用水上無人機 USV と機雷捜索用無人機 UUV で、どちらも三菱重工業によって開発製造が進められているってわけだな。今回その詳細が明らかにされた自立型無人水中高層帯アンマンドアンダーシービークル UUV だけど、自立型水中高層式機雷探知機 OZZ5 は、防衛省技術研究本部が2017年に開発し、装備化して三菱重工業が製造しているもので、自律的に障害物などを回避しながら海中を高層し、機雷を探知するものとなっているよ。近年の機雷は、ステルス機雷などの探知しにくい機雷沈底機雷や、旋回域などで泥中に埋没した機雷埋没機雷など、これまでの探知機では探知困難な機雷が出現していて、木製の掃海艦が機雷源に侵入して直接機雷捜索をすることが危険で困難になっており、このような探知困難な機雷を安全に探知するために開発されたのが、無人で広範囲を自律的に動いて機雷を探知する水中無人機 OZZ5 ってわけだな。日本ではすでに自律型水中環境モニタリングロボット RAMUS100 リーマス100を導入。旋回型として水中無人機 OZZ1、また改良を加えた機雷捜索用水中無人機小型 OZZ3 として運用しているほか、RAMUS600 リーマス600を水中無人機 OZZ2、改良型として機雷捜索用水中無人機中型 OZZ4 として掃海艦で運用しているんだって。OZZ5 は全長4メートル直径 0.533 メートル重さ 900kg の大きさで、リチウム二次電池を動力として巡航速度4ノット最大速力7ノットデク時間の航走が可能とされ、海上自衛隊潜水艦と同じ X 舵によって超低速での安定航走が可能とされているよ。OZZ5 は、日本の NEC 社が開発した埋没機雷の探知に能力を発揮する低周波合成海溝ソナー LFSAS によって、埋没した目標情報だけでなく、沈底機雷の画像情報なども得られるほか、フランスのタレス社が開発したステルス機雷などの、探知に優れた高周波合成海溝ソナー HFSAS-SAMDIS によって高分解能な合成海溝処理画像を取得し、精緻な海底目標及び海底地形の情報が得られ、これらに周波の合成海溝処理画像を統合することで沈底機雷の同時識別など、角度の高い機雷の探知識別ができるようになったんだよね。このように2周波の合成海溝ソナーを搭載して同時に作動させることが可能な水中無人機は OZZ5 が世界初で、これまでも世界的に評価が高かった海上自衛隊の掃海能力を、より一層の高みに押し上げると見られているよ。
日本の海上自衛隊は世界でもトップクラスの練度らしいし、最新の装備の力も余すことなく発揮してくれるよね。なお、日本とフランスの防衛当局は次世代機雷探知技術の共同研究開発を推し進めており、双方が保有している掃海技術やノウハウ、強みを活用した上での成果が期待されているぜ。この OZZ-5 の搭載によって FFM は、従来型の大型護衛艦を警戒監視任務から解放し、多国籍訓練や遠洋活動、訓練その他、大型護衛艦にのみ実施できる任務に専念させる一方で、警戒監視能力及び掃海部隊の戦闘力を大幅に引き上げるという、正しく多任務な活躍ができるようになるね。一方で、FFM はあくまで補助的、限定的な掃海能力を持つものであるため、当初奪還局面において本格的な大規模上陸作戦を敢行するためには従来配備されてきた掃海艦や、その他護衛艦等の戦力が欠かせないということは言うまでもないんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日は雑学クイズだよ。待ってました。早速行くよ。一人当たりのトイレットペーパー使用量が一番多い都道府県は？全然わからん。北海道。人が多いとこかな？東京。じゃあ正解行くよ。正解は、沖縄でした。日本人一人当たりの年間トイレットペーパー消費量を調査したところ、年間約50ロール、月平均4ロールを消費していることが判明したんだ。また、一人が1ヶ月あたりに使うトイレットペーパーの量を都道府県別に調査したところ、使用量トップは沖縄県で 6.19 ロールと、ダントツの結果に、2位は青森県で 5.34 ロールが続く。ちなみに、最下位の47位は大分県の 1.50 ロールで、1位と比較すると約4分の1の消費量となっているんだ。以上、雑学クイズでした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。先日、韓国空軍が運用する F-35A ステルス戦闘機が胴体着陸をした情報をキャッチしたみたいなんだけど、さらに恐ろしい事実が明るみになったよ。実は、韓国空軍が運用する F-35A 戦闘機が偽物である疑惑があるんだよな。あのアメリカが自国製品を、それも偽物を売るなんて信じられないよ。アメリカにはアメリカの事情があったようだな。同盟国としての関係がありながら、北朝鮮にべったりの韓国をアメリカはすでに信用できない様子で、今後両国の関係が風雲急を告げる事態も考えられるようになっているぜ。みたいだね。そんな韓国のお粗末な事情と、アメリカを怒らせたことで起きる弊害について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。現在、アメリカとの契約に基づき、F-35A ステルス戦闘機が逐次韓国に導入されているところだけど、隣の国のこととはいえ、機密情報については気になるところだよね。そもそも、アメリカが開発した技術の中にはブラックボックスと呼ばれる軍事機密部分もあり、日本においても運用している戦闘機の一部には当然ブラックボックスがあるんだ。ブラックボックスがある場合、その機体の修理や回収はアメリカの手によって行われるため、例えばグアムに改装するなどの手間がかかるのも事実だよ。それを差し引いても最新鋭の技術や兵器を搭載している戦闘機を持つことが、日本の国防に大いに寄与するから購入して運用しているってわけ。じゃあ、韓国はどうなっているの？韓国は、日本の場合とは少し事情が違うようだね。そもそも、売り手側のアメリカが買い手側の韓国を24時間監視しているというのだから、尋常ではないよ。これは、アメリカ曰く韓国を信用できないことの表れだね。アメリカは韓国を明らかに信用していないんだ。その証拠に、韓国に配備されている F-35A は外観のみ F-35A 戦闘機とは言えるものの、中身は完全オリジナル製品となっているからな。要するに、F-35A をアメリカから買ったのだが、その機体の中身を入れ替えたということみたいだぜ。当然ブラックボックスの部分は、元から韓国側に見せないようにして、ってわけだ。そこまでアメリカが韓国を信用しない理由は、北朝鮮中国の影がちらついていることが最も大きな原因だろうね。韓国は、経済面で中国との関係を強化しており、中国の後ろ盾がある北朝鮮とも融和できると踏んでいるようなんだけど、北朝鮮ほど狡猾な国家はないわけで、利用価値があれば利用され、馬鹿にされるだけということがわかっていないんだろうね。北朝鮮からすれば、韓国はアメリカとの直接交渉に乗り出す時の出しでしかなく、交渉が途絶すれば韓国と接近する意味もないわけで、建ててあげたビルを爆破されても遺憾の意で済ませてしまう韓国は、本当に北朝鮮に舐められていると思うよ。
そんな関係性を有している韓国を、アメリカが果たして本当に信用するのかってことだな。ブラックボックスでも開けられて、中国や北朝鮮に流されでもしたら、アメリカの国益を損なうわけだし、かといって、同盟国一応である韓国に何もしないわけにはいかず、アメリカが考えついたのはハリボテ F-35A を韓国に持たせておいて、周辺国を威嚇することしかなかったんだろ。ちなみに、韓国は F-35A を60機購入予定だったんだけど、現在その機数は40機程度に落ちているとされているよ。なぜ20機分を節約したのかはわからないけど、本当にお金がなくて買えないというのも本音のようだね。韓国のウォンが対外通貨としては弱いことは誰もが知っていることであり、アメリカや日本が通貨スワップを言って俺たちも後ろ盾になってやるから、ウォンがダメでも円とかドルとかでフォローするからさと、両国のブランドにすがって生きてきた部分があるよ。表だって日本を非難しているくせに、裏ではおんぶに抱っこだもんね。でも、2022年1月時点で日本もアメリカも通貨スワップを終了しているため、韓国は両国の経済的なブランドイメージを使うことができないんだ。本当に内袖を触れなくなってしまっているってわけ。そんな状況にもかかわらず、韓国は軽空母の保有計画を表明したんだよね。強襲揚陸艦を空母化改装するとぶち上げたのは、日本が出雲型護衛艦出雲加賀を空母化することとし、出雲がアメリカ海兵隊との合同訓練で F-35B の離発着テストを無事に終えた後のことだったよ。明らかに悪神が見え隠れしていて、気持ち悪いよ。韓国のそんな軽空母化計画が果たして本当に確定しているのかはよくわからないけど、韓国は軽空母用に短距離離陸垂直着陸可能な F-35B 型を20機程度調達する方針を打ち上げているんだ。ちなみに日本は F-35A を105機、空母搭載用の F-35B を42機調達することが決定していて、機体数だけを見ると世界でも本国アメリカの次に多い機数となっているぜ。そもそも韓国が F-35B や軽空母建造の意思を表明した背景は、日本を敵対視していることがあるんだ。海上自衛隊が護衛艦出雲加賀を航空母艦化改修を行うことで、韓国は敵国の勢力増強を不安に思い、対抗策を考えた結果、こっちも空母を持とうと安直に判断したと考えられるね。しかし、実情として F-35B 型は、アメリカやイギリスが調達計画からすでに手を引く動きを見せており、世界の戦闘機事情から見ればそろそろロートル機と考えられている機体とも言えるよ。製造企業であるアメリカ国ロッキード・マーチン社は収入の一部を失われてしまうところだったけど、韓国が購入の意欲を示したことで、新たな顧客をゲットすることには成功したわけだね。ちなみに韓国、軽空母艦の開発に必要であるという理由で、F-35B の詳細情報の開示を要求したようだが、ロッキード・マーチン社は契約完了後にしか見せないとして拒絶しているぜ。契約前にそんなことを言う国がいるんだね。まあ、韓国なら納得だよ。韓国が空母を持つということは、中国への配慮から避けていたという見方もあるようだね。韓国は、現在保有しているドクト級強襲揚陸艦の後継艦として、3万トン級大型輸送艦を建造すると大々的にもともと表明していたんだけど、これは軍事大国の中国を気にかけうちは空母を持ちませんよと配慮したという裏話があったんだ。そんな状況下で海上自衛隊が護衛艦出雲と加賀の航空母艦化を公表したことで、韓国にとっては中国にはばかることなく日本が持つからうちも持つと、格好の理由ができたといったところじゃないかな。日本への対抗策として考えたものなら、中国の機嫌を損ねることなく、堂々と空母を保有できるし、中国から空母の技術を提供してもらうことも視野に入れることができるからね。韓国からしたら、そんな感じで頭の中が幸せな構造になっているのかもね。そもそも、空母を持つは持たないというのは、地勢によって大きく影響を受けるんだよね。日本は4州を海に囲まれた島国であり、その地勢上から見ても、海上防衛、海上から迫り来る敵への対抗は必要不可欠となっているよ。今もすでに、中国海軍の脅威を受け続けている尖閣諸島南西諸島の防衛戦略には、陸上拠点だけでは困難であり、出雲や加賀によって運用される F-35B が絶対的に必要になってくるってわけ。F-35B はステルス性能向上を重視している構造ゆえに燃料搭載量が限られており、他の従来戦闘機よりも航続距離や行動半径が短く、長期戦を考えると空中給油機も必要になってくるわけで、洋上補給拠点としても空母を保有することは必要不可欠なんだよね。と、日本には空母を持つべき理由と事情があったわけだけど、韓国はどうなんだろう？韓国の地勢を見てみると、
海洋部分だけで見ても日本の約 10% 程度しかなく、仮に北朝鮮領海を加算したとしても、約 12% 強になるくらいで、陸上基地から発進する F-35A 型の航続距離の範囲に十分収まるということは、誰でも理解できるんだ。また、空母とは洋上を航行してくる空母打撃群に対する反撃手段としての活用もあるんだけど、韓国に洋上から攻め立ててくる国が果たしてあるのかと聞かれて誰が答えられるかな？日本、アメリカは敵だと明言してくれるならば、こちらは自国防衛のために先制攻撃も辞さず、とあらゆる手段を持って韓国に攻撃を仕掛けることになるかもね。F-35 シリーズは、韓国以外の国からも引き合いが多く、実は、イタリアも F-35A と F-35B の2種の調達を進めていたんだけど、ここに来てイタリアが中国にべったりとの状況があり、アメリカが難色を示しているとの話が聞こえてきたよ。経済的にイタリアと中国は関係が深く、多くの中国労働者がイタリアに入ったことで、イタリア国内でも爆発的にコロナウイルス感染者が増えたんだけど、この時に中国人目とイタリア世論が湧かなかったのは、イタリアが中国資本によって経済活動を支えられていることを理解していたからと言えるんだ。イタリアには、F-35 シリーズの修理や改修などを行うことができる公式工場 FACO があるんだけど、これですら中国との関係が徐々に高まるようであれば、イタリア経由でその秘密が暴かれてしまうのではないかとアメリカが考えても無理はないよね。韓国にせよ、イタリアにせよ、繋がるところは中国というところに、アメリカがシビアになるのは無理もないだろうな。日本のように安心できる同盟国を確保しておきたいところだが、韓国なんかはもう何を言う気も失せるだろうぜ。ちなみに韓国、F-35A の回収については日本の小牧基地にある FACO での対応を拒否しているね。反日感情が先立つ傾向があるため、自分の戦闘機を日本に持ち込むことは完全に拒否しているからなんだ。でも、それはあくまで韓国側が説明した理由であって、日本の事情はちょっと違うよ。日本の FACO は三菱重工業メインで運営されているため、韓国の依頼する仕事なんか受けたくないってところが本音なんだろうな。何しろ、戦争中の徴用工問題で韓国司法に財産を没収されて売却されるかもしれないわけで、そんな国の仕事なんか受けてやるもんか、と公言したって誰も怒らないと思うよ。そもそも韓国は、日本の約半分の人口しかいない国なんだよね。でも、軍事予算に注ぎ込む費用は日本と同額と言われており、このお金を捻出するよりもっと有効な使い方はできないのかと国民からたびたび批判されているのも事実ってわけ。そんな批判の声を反日だけで押し切ってきた韓国政府に、果たして先見性のある政治や国防が語れるのか、本当に疑問だよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。現在、国会にて自衛隊による敵基地攻撃能力の実現可能性について議論が進んでいるみたいだね。中国や北朝鮮は、毎年のように日本に対して武力的な威圧を強めているもんね。日本に対して、敵国内陸部から弾道ミサイルを発射されようとしている場合、現行の法律及び装備体系では、日本はただ撃たれるままにされ、ミサイルをただ単に迎撃するしか手はないぜ。さて今回は、そんな状況を打破するための人に意識地対艦誘導段階の延伸化について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。さて、現代戦においては、攻撃側が圧倒的に有利であり、弾道ミサイルなどの長距離ミサイルの迎撃については、特に防御側が不利な状況となるよ。そのため、ただ単に防御に専念していれば、いずれは防衛網を突破したミサイルが、国民の生命や財産に危害を及ぼすことになるだろうね。そのため、一方的に迎撃するだけではなく、攻撃地点を特定し、攻撃手段を破壊することで、敵の攻撃手段を奪い、日本を防衛するという攻勢防御の手段として、日本は敵基地攻撃能力の議論を国会で行っているんだ。そして、日本では2020年12月18日の閣議において、スタンドオフ防衛能力の強化が承認されたってわけ。このスタンドオフ防衛能力とは、敵の脅威圏外、敵の攻撃射程圏外から、敵勢力に対しての攻撃能力を有するということであり、具体的には、
長射程のミサイルを開発、配備することが目的となっているよ。それを実現するため、陸上自衛隊で運用されている人に意識地対艦誘導弾の能力向上型を開発することが決定され、2021年から2025年までに394億円の予算が計上され、開発を実施することとなったんだ。現在配備が進んでいる人に意識地対艦誘導弾は、88式地対艦誘導弾の後継として開発され、2012年より配備が進められている、陸上自衛隊の国産第2世代の地対艦誘導弾システムだよ。人に意識地対艦誘導弾の射程距離は百数十キロメートルとされており、2017年度より射程の延伸化に向けた改良型人に意識地対艦誘導弾階の開発が進んでいるね。人に意識地対艦誘導弾階では、海上自衛隊で配備が進む人7式艦対艦誘導弾をベースとして、射程距離を 200km 程度まで延伸させることを目指しており、2022年度までに開発完了の見込みなんだ。そして、2020年12月に閣議決定された方針に従い、人に意識地対艦誘導弾能力向上型の開発を決定した防衛省は、三菱重工業を主契約者として開発を進め、人に意識地対艦誘導弾階の射程距離を 900km にまで延伸させ、射程距離 900km を達成後は、そこからさらに改良を進め、最終的には射程距離 1500km を目指すこととしているってわけ。この 1500km という射程距離は、例えば福岡からミサイルを発射した場合、南西諸島全域、そして、さらに北朝鮮の首都平壌や中国の首都北京にまで射程圏内とするほどの強大なものとなるよ。この人に意識地対艦誘導弾能力向上型には、航空自衛隊が2021年度より取得を開始している、超音速空対艦ミサイルである ASM3 と当初防衛用新対艦誘導弾2018年開発開始、2020年開発中止の研究開発に得られた成果を盛り込むものとされているんだって。具体的には、長射程距離化を実現するために、大型主力の展開技術とジェットエンジンの作動領域を大幅に拡大、陸上海上航空の各領域から発射可能な発射プラットフォームの多様化を図るほか、GPS 誘導システムの導入やミサイルの生存性を向上させるためにステルス性の獲得も目指しており、開発費の総額は1000億円にも達する大型プロジェクトとなっているぜ。このように日本は急ピッチでスタンドオフ防衛能力の獲得に向けた作業を加速化しているんだけど、これは、南シナ海や東シナ海など、インド太平洋において中国軍の動きが活発化していることが大きな要因だね。中国はこれまでに、日本本土はもとより、米国領グアムまでも射程圏内とする中距離弾道ミサイルドンフェンシリーズを開発し、急速に配備を進めているよ。米国国防総省が2020年に公表した報告書によれば、中国軍は2019年の段階で、射程距離 500km から 5500km の地上発射型のミサイルを1250発以上保有しているとしているみたい。この中には、米空母撃沈を主任務とし、空母キラーとの呼び名もアウドンフェン26も含まれるんだよね。だな、また。北朝鮮もミサイル開発を積極的に進めており、日本全土を射程圏内に収めるスカット AR や、ノドンと呼ばれる中距離弾道ミサイルの発射実験を繰り返し行っており、ついには米国領グアムをも射程圏内とするファソン12型の開発にも成功しているぜ。これらの脅威に対し、日本政府は抑止力を強める必要性を強く認識することになり、長射程のミサイルの開発を進めることになったってわけだぜ。当初は、F-15J の最近代化改修計画にて、F-15J 米国が開発した長射程空対艦ミサイルである、ロラズムの運用能力を付与する方向で調整が進んでいたんだけど、米国から提示された F-15J の最近代化改修費用が予定よりも大幅に高騰したことにより、改修費用を削減するためにロラズムの運用能力付与は断念。人に意識地対艦誘導弾の改良による国産開発に舵を切ったという経緯があるんだ。日本では、これまでは憲法9条の解釈による制約から、攻撃的兵器であるとされやすい、中長距離ミサイルの開発や配備は避けてきていたよ。また、敵基地攻撃能力に関する議論は以前より交わされていたけど、米ロが締結していた中距離核戦力全廃条約 INF が運用されている状況下で、日本が先制攻撃につながる中長距離ミサイルを開発することは、国内的にも世界的にも難しい情勢だったってわけ。しかし、2020年6月に当時の米国大統領であるトランプ氏が INF の廃止を宣言。それにより、中長距離ミサイルの開発が公に進められる環境となり、
米軍が東アジアにおいて中距離ミサイルの配備の検討を開始したことから、日本においても中距離ミサイルの保有に関する議論が加速していったんだ。さらにトランプ氏の後任として米国大統領となったバイデン氏も日本が敵基地攻撃能力を有することには前向きな発言をしており、バイデン大統領と岸田総理大臣との首脳会談では、今後の日米安全保障戦略の骨子となる国家安全保障戦略の改定に関する議論も進み、その中で日本による敵基地攻撃能力の保有についても盛り込まれる見通しとなっているね。現首相である岸田氏が自民党総裁選に立候補した際も敵基地攻撃能力の保有については公約に掲げており、これはすでに米国ともある程度の認識のすり合わせも完了していたからこそ、実現できたものと思われ、総裁選時の岸田氏は、米国を後ろ盾として、日本国内の敵基地攻撃能力の保有に反対する勢力を抑え込むことが可能であると判断したものと思われるよ。実際問題、軍事的威圧を強める中国に対して、米国がアジアにおいて影響力を維持するためには、主要な同盟国の防衛能力向上は喫緊の課題であり、日本の敵基地攻撃能力保有に対しては、歓迎すべき話であったみたい。日本側でこのような議論が進む一方で、対応を迫られる側の中国からは猛烈な反発の声が上がっており、日本が出雲型護衛艦に F-35B を搭載できるよう改修作業を進めていることに対する反発と比べても、敵基地攻撃能力の保有に対する反発度合いは非常に大きいものがあるんだ。これは、日本が中長距離ミサイルを保有することが、中国に対して大きな抑止力となっていることに他ならず、非常に有効な手段であるのだと言えるよな。しかしながら、日本の敵基地攻撃能力保有に対して、リベラル系の指揮者などからは、敵基地攻撃能力を保有していても移動式発射台の発見は容易ではなく効果はないという意見も出ており、敵基地攻撃能力保有よりも弾道ミサイルの迎撃能力の向上に防衛予算のリソースを傾けるべきであるとの見解を示しているよ。このような意見に対しては、迎撃能力を向上させたところで、すべてのミサイルを迎撃することは非常に困難であり、中国が極超音速ミサイルによる攻撃を実施した場合には、現状の技術では迎撃は不可能であることから、ミサイルを発射できない状況とするための抑止力として、敵基地攻撃能力の保有は必要であると言えるんだよね。これは、弾頭が核弾頭などの大量破壊兵器によらずとも、移動が不可能なミサイルサイロなどの軍事施設への攻撃が可能であると示すだけで、十分な抑止力となるってわけ。また、中国の国家首脳部を攻撃できる兵器を日本が保有しているという事実は、中国の指導者たちの行動を制約することにつながるだろうね。このように防衛省自衛隊は、着々とスタンドオフ防衛能力の獲得に向けて、人に意識地対艦誘導弾能力向上型の開発を進めているけど、肝心の政府与党の意見はまとまってはいないんだ。特に公明党は敵基地攻撃能力の保有や憲法9条改正には乗り気ではなく、与党内での調整は難航が予想されているみたい。過去、自民党の支持率が低下し、自民党の議席を確保するために連立を組んだ公明党だけど、ここに至って、中国の膨張による軍事的緊張が高まる中では、公明党の中道路線が国防上の足かせとなってきているってわけ。自民党が本気で防衛力の強化、抑止力の強化を推し進めるのであれば、現在の自民党の政策と志を同じくする政党と改めて連立を組み直す時期に来ているのかもしれないな。中国は2022年の北京オリンピック後に台湾などの周辺国に対して、何らかの行動を起こす可能性が非常に高まっているし、その際は日本も無関係ではいれず、日本に残された時間はあまりにも少ないんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。現代の戦争は、第二次世界大戦やベトナム戦争の頃のように重火器や大砲を撃ち合って戦闘するだけではないよね。現代の兵器は、高度なハイテク機器であるミサイルを筆頭として電子部品の塊だもんね。そのミサイルは GPS からの電波塔により誘導されているぜ。そのため、その電波や電子機器を妨害すれば、戦争を優位に進めることができるってわけだ。この目に見えない電子の戦いを電子戦と言い、世界各国の軍隊がその能力向上にしのぎを削っているな。日本においても川崎重工を主契約者として、電子戦を専門とした航空機の開発を進めており、ようやく完成の目処が立ってきたみたい。でも、日本はこの開発スピードをもっと早める必要があるよね。そうだね。さて今回は日本がスタンドオフ防衛能力を整備へ向けて動いていることについて解説していくよ。
それじゃあ行ってみよう。2022年2月24日には、ロシアがウクライナを征服戦と侵攻を開始し、ウクライナにおいては軍民ともに多数の犠牲者が発生しているよ。しかしながら、ロシア軍は当初の予想よりもウクライナに対して非常に苦戦を強いられているんだ。逆に言えば、ウクライナは軍事大国ロシアに対して非常に善戦していると言えるね。ロシアは開戦初日から、ウクライナの防空システムの無力化を機として、ミサイルによる精密誘導攻撃を行ったんだ。これにより、ウクライナ軍が保有する防空部隊や飛行場を無力化しようとしたってわけだな。事実、ロシアは開戦後数日でウクライナの制空権を奪取したと発表したけど、これは完全なロシアの油断が招いた誤報だったんだ。ロシアがウクライナに対して行ったミサイル攻撃では、ウクライナが巧妙に隠蔽した防空システムの無力化を行うことはできなかったよ。また、ロシアは米国のような真の軍事超大国のように圧倒的な物量と情報に基づく、高精度な軍事情報の収集を行うことができず、ウクライナに対して初戦で有効な打撃を与えることができなかったみたい。これにより、ロシア地上軍は制空権を奪取できていない状況で、ウクライナの航空攻撃にさらされながら前進することを余儀なくされたな。よって、ウクライナはロシア地上軍の動向を把握しやすくなり、ロシアに対して陸と空から効果的な攻撃を行うことが可能となったぜ。また、ウクライナの地対空ミサイルシステムを回避するためにロシア軍の航空機は低空でウクライナ上空を飛行する必要が生じ、これに対してウクライナは欧米から提供されたスティンガーなどの歩兵携行式近距離地対空ミサイルにより迎撃を行ったことで、ロシア軍の航空機は多大な犠牲を強いられることになるよ。中には、ロシア軍兵士を満載した大型輸送機が2機立て続けに撃墜される事案も発生し、たった2機の撃墜事案で数百人が犠牲になるという大惨事を受けることになったんだ。このようにロシア軍がウクライナで大損害を被っていることは事実だけど、日本においては、ロシア軍の損害は大きく報道されているため、日本国民の多くはロシアが苦戦を強いられていることを理解することができる状況になっているよね。しかし、ウクライナ軍の損害については詳しい報道はなされていないんだ。ロシア軍がこれほどの損害を被っているのであれば、ウクライナ軍にも相応の損害が発生しているはずだけど、ほとんどそのことについて報道がなされていないよね。言われてみればそうかも。それってどうしてなの？これは、ウクライナが国民向けの戦意高揚のために自分の戦果を誇張して公表していることが大きな要因の一つだよ。ロシアも同じく自分の戦果を誇張し、自分の軍事行動の正当性を主張しているけど、これは大きく報道されないんだ。それは、日本が欧米諸国と歩調を合わせてウクライナ寄りの行動をしていることが主な原因であり、ウクライナの主張に対して大きくクローズアップしているからに他ならないね。よって、実際のところ、ロシア軍とウクライナ軍がどの程度の損害を被っているのか、ロシアに対して陸と空から効果的な攻撃を行うことが可能となったぜ。このような両国の情報戦略情報戦に日本と日本のマスコミは巻き込まれているわけなんだけど、現代の戦争は、この目には見えない部分での戦いの比重が大きくなっているんだ。今回のロシアのウクライナ侵攻では、日本はウクライナに対しての支援として、防弾ベストやヘルメットといった防衛装備品の提供を行ったよ。日本にとっては紛争当事国に対する思い切った対応なんだけど、このような目に見える支援だけではなく、目に見えない戦いにおいても日本は早急に支援できる体制を構築すべき時が来ているんじゃないかな。そうだな。そして、このウクライナでの出来事は、日本においても再現される可能性があるな。特に尖閣諸島をはじめとした南西諸島などの島嶼部へ中国が侵攻する可能性があり、中国の動きが非常に懸念されているぜ。日本はこの中国の動きを牽制し、抑止力を高めなきゃいけないってわけだね。そういうこと。そのために日本政府や防衛当局でホットなキーワードとなっているのが、スタンドオフ防衛能力だよ。令和3年度版防衛白書において、スタンドオフ防衛能力の概念と必要性、そして具体的な取り組み事項について解説されており、端的に言うと敵勢力の攻撃範囲外から自衛隊が敵勢力を攻撃可能とするための能力だね。これにより、自衛隊員の損耗を防ぎつつ、敵勢力に打撃を与えることが可能となるんだ。これを可能とするのが、2種類の長射程のミサイルだよ。一つは、F-35A ライトニング2に実装する JMS ジョイントストライクミサイルで、このミサイルは、米国が開発した空対地ミサイルで、その射程距離は 300km にも達するみたい。また、ミサイル自体にステルス性を付与させることで、敵勢力がミサイルを察知することを困難とし、迎撃されにくいという特性を有しているよ。日本では、F-15J の再々近代化改修により F-15J の一部にも JMS の運用能力を付与する予定だったけど、
それによる F-15J の再々近代化改修費用が非常に高額になるとの見積もりが米国より提示されたため、F-15J の運用能力付与は断念し、F-35A ライトニング2での運用を行うこととしたんだ。三つ目は、陸上自衛隊が運用する国産の一蓋式地対艦誘導弾システムを改良して長射程化を行うというものだね。これは、現在射程距離 200km 程度の同システムを長射程化して、有効射程距離 1000km 以上とする計画で、これが実現すれば、日本本土から発射したミサイルが中国の首都北京を直撃することも可能となるよ。もちろん、非常に長射程であるため、九州から尖閣諸島や南西諸島に侵攻しようとする中国軍へ攻撃を行うことも可能となり、その抑止力は非常に大きなものと言えるんじゃないかな。特に実際に実現可能かは別としても、中国共産党の首脳部を直撃することが可能なミサイルを日本が保有することは、中国共産党首脳部の意思に対して一定の影響力を与えることができるはずだぜ。この3つが日本の保有を目指すスタンドオフ防衛能力の攻撃手段なんだけど、スタンドオフ防衛能力は、長射程のミサイルだけでなし得るものではないんだ。この他にこれらの長射程ミサイルを発射誘導するために必要な電子戦手段を獲得するために、川崎重工業が国産 C2 輸送機をベースとした電子戦機の試作機を2025年度をめどに開発する計画となっているよ。さらにこの電子戦試作機の開発と並行して、搭載する電子戦システムの開発及び検証作業も2024年度から3年間をめどに行う予定であり、国産の電子戦機の実用化に向けた動きは加速化しているね。川崎重工が開発を行っている電子戦機は、敵勢力の対処範囲外から時期を保全しつつ、超遠距離で電子戦システムによる、敵勢力の電子機器や通信を電磁波により妨害することを目指しており、現代戦では必須の通信レーダー装置等の性能を低下させることができれば、自衛隊は戦場において優位に戦局を動かすことが可能となるよ。この電子戦試作機の開発母機となる C2 輸送機は航空自衛隊が C1 輸送機の後継として開発を川崎重工に委託したものであり、海上自衛隊が保有する P1 哨戒機と同時開発を行うという、世界的にも珍しい開発計画により開発が行われたんだ。この2機同時開発は、2機の機体設計や使用部品の共用化を進め、開発コストの削減を図ることを機として行われており、日本の航空機開発としては非常に順調に開発が進んだと言えるんじゃないかな。実際に開発された2機は、実際に部品の共用化によるメンテナンス効率の向上や費用の低減が図られているということで、予算不足に悩む自衛隊としては非常にありがたい機体であると言えるはずだよ。海上自衛隊の P-1 哨戒機は、それまで多数運用していた米国製の P-1C 哨戒機の後継機として開発され、哨戒機としては世界最高峰の能力を有しており、ハープーン対艦ミサイルの運用能力も付与され、本機の導入により海上自衛隊の対潜対艦攻撃能力は大きく向上したよね。この日本が開発した C1 輸送機と P1 哨戒機だが、日本は世界各国の軍へ輸出すべく活動を行っており、米国の最新鋭哨戒機 P8 哨戒機などと競っているな。しかし、米国で運用される哨戒機と無名の日本の哨戒機では、世界の市場で太刀打ちすることは難しく、現在まで日本国外での採用事例はないぜ。今後、日本での運用実績を積み重なることにより、競争力を得ていく必要があるんだね。そうだね。このように日本は現在よりも防衛力の強化をさらに加速させなければならない状況であり、日本政府と防衛省としても予算の範囲内で全力を尽くしているとは思われるよ。幸い、日本の防衛予算の増額 GDP 比 2% の機運が高まっており、日本の防衛力強化は現在よりもさらに加速化される可能性があるね。日本としては、ウクライナの現状を鑑み、日本は地政学的にも決して平和な立地ではないことを肝に銘じて、自らの力で国防を成し得る能力を持てるよう努力する必要があるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。また明日の動画も楽しみにしててね。まだまだコロナが落ち着かないから、みんな気をつけてね。ロシア海軍ミサイル巡洋艦モスクワが、ウクライナ軍の攻撃で沈没したとの情報が入ったね。当初、ウクライナは圧倒的に劣勢を強いられると予想されていたが、蓋を開けてみればウクライナは善戦しているな。各国がウクライナをサポートしているし、ウクライナ自体も士気が高いからね。一方のロシアは士気も低く、戦略としても稚拙さが目立つとされているぜ。そうだね。さて今回は、スラバ級ミサイル巡洋艦モスクワ撃沈について詳しく見ていくよ。ロシア軍は巻き添えを避けるために撤退し、現場ではトルコ軍が救助という情報もあるんだけど、実際のところはどうなんだろう。
それじゃあ行ってみよう。2022年4月13日、ウクライナ軍による地対艦ミサイル攻撃を受けて沈没したとされる、ロシア黒海艦隊の機関であるスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワと見られる艦艇が、黒煙を吹き上げている様子が撮影された画像を、ウクライナ政府のゲラシチェンコ内相顧問が SNS に投稿して世界に拡散されているよ。画像には左舷側に大きく傾き、艦橋後方付近から黒煙を上げながら所々に炎が見られ、艦上で放水されている様子が撮影されていて、近くの水上艦艇から撮影されたものと見られ、ロシア海軍内部から漏洩した画像ではないかと見られているんだ。艦の形状からスラバ級ミサイル巡洋艦であることは間違いないとされているし、レーダー形状等からもこの艦がモスクワであると確認されたみたいだね。うんうん。このモスクワについてロシア海軍では当初、艦上に火災が発生して弾薬などが誘爆したため、乗組員を退艦させた後に港に向けて曳航中していたが、嵐によって海が荒れたために沈没したと発表していたんだ。しかし、ウクライナ南部オデサ州の知事が13日に、モスクワがウクライナ軍の地対艦ミサイルネプチューンによって撃沈したと発表したことを受け、さらにアメリカ国防総省の高官がウクライナ軍が発射したネプチューン2発の命中を確認したことを明らかにしたよ。ネプチューンってかっこいい名前だね。どんなミサイルなの？ネプチューンはウクライナが自国で開発した射程 300km 以上とされる地対艦ミサイルで、2021年からウクライナ軍へ配備が始まった最新の対艦ミサイルであり、旧ソ連時代から兵器工場が多数存在していて実は兵器大国であったウクライナでは、設計当初から輸出も視野に入れて開発していたとされ、NATO 北大西洋条約機構をはじめとした、西側の対艦ミサイルや関連システムを導入研究することで売り込みを考えていたとされているんだ。そのために、西側のシステムとの適合性も十分に考慮して作られていたと考えられ、NATO 側の早期警戒管制機や戦場観測機対地早期警戒管制機などの情報通信とのリンクは容易であったと見られるよ。それら NATO 側が捉えたモスクワの位置に関するリアルタイムな情報提供を受けて、同艦を攻撃した可能性が指摘されているな。みたいだね。モスクワの爆発後、ロシア黒海艦隊はモスクワと同行していた残る艦艇5隻を現場から 150km ほど後方に移動させたとされており、ネプチューンの射程外への退避をさせているようだよ。このことで、艦隊を編成していたロシア海軍の艦艇が、炎上するモスクワを見捨てて逃げたとするような声がインターネット上で見られていたんだけど、公表された画像を見る限りでは、命中後に画像で見られるほど左舷側に傾斜するまで時間はそれほど経過していないと思われ、急速に傾斜が進み、その復旧が無理と判断されて総員退艦が発せられ、生存している乗組員を他の艦に収容してから離脱したとの見方もあるんだ。また、ウクライナ側の発表によるとモスクワの艦長であるアントン・クプリン大佐が戦死したと発表、ロシア側は否定しているけど、スラバ級ミサイル巡洋艦には艦長の左右両舷の甲板上に、P-1000 ブルカーン SSM 巡航ミサイル連装発射機8機ずつが設置されており、画像では左舷側の最後部の発射機に近い部分で火災を起きていることから、写真が撮影された後に誘爆して艦橋が大きなダメージを受けたことも想定され、その際に戦死した可能性が指摘されているみたい。さらにアメリカ国防総省の高官がネプチューンが2発命中したとしていることから、左舷側に命中した他に、もう1発が艦橋を直撃している可能性もあるね。画像では黒煙で艦橋の様子がわからないために断言はできないけど、クプリン大佐が沈没前、SSM の着弾時に戦死していた可能性は否定できないよ。画像で見る限りでは、艦上構造物と喫水線の真あたりに命中しており、ここから機関部までミサイルのダメージが入り、ダメージコントロールに必要な電力が確保できなかったのではないかという分析とともに、原則に設置されている窓から黒煙が吹き出た跡があり、さらに対空戦闘システム類が起動状態になかったことから、モスクワはその高い防空能力を生かすことなく沈んだとの見方もあるんだ。今回の侵攻においてモスクワは、黒海からウクライナ南部にかけて、搭載する S-300F による対空戦闘を実施しており、ウクライナ南部地域におけるウクライナ空軍の活動を抑制してきたよ。今回モスクワが撃沈されたことにより、ウクライナ南部地域におけるウクライナ空軍の活動が活発になると予測されており、戦況が大きくウクライナ側に傾く可能性もあるよ。また、モスクワで火災が発生した頃の現地の天候を推測したネイバルニュースの記事によると、14日の現地時間17時の黒海の気象外境は風速14ノット、波高約1メートル程度とされており、小舟にとっての荒れた海ではあるものの、巡洋艦にとっては影響がある海象ではないことから、嵐のために沈んだというロシア側の主張は信憑性がかなり低いと言えるんだ。
嵐で沈んだなんてベタな言い訳するんだね。体裁を保ちたいのはわかるけど、もう少しマシな言い訳はなかったのかな？そうだね。ところで、ウクライナ侵略を開始する以前の2月12日に、国会において黒海艦隊を機関として北方艦隊及び太平洋艦隊から派遣された艦艇20隻以上による、合同演習が実施されていることをロシア国防省が発表していて、ウクライナ海軍のみならず当時黒海や地中海に展開していたアメリカ海軍及び NATO 諸国海軍の艦艇を牽制する動きを見せていたよ。この際、黒海での演習に参加していた艦艇は、中心となる黒海艦隊はスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワ、過信型ミサイル駆逐艦スメトリービ、クリバク1型フリゲートラードヌイ、クリバク2型フリゲートプエトリーブ以下、ミサイルコルベット、対戦コルベット、ミサイル艇、機雷掃海艇、揚陸艦などを含めて約20隻以上。北方艦隊からはスラバ級ミサイル巡洋艦マーシャル・ウスチーノフ、アドミラル・ゴルシコフ級フリゲート・アドミラル・カサトノフ、ウダロイ級駆逐艦ビセ・アドミラル・クラコフの3隻で、さらに極東のウラジオストクからはるばるやってきた太平洋艦隊機関のスラバ級ミサイル巡洋艦バリアーグ、ウダロイ級駆逐艦アドミラル・トリブツなどとなっているんだ。ここで特筆すべきは、現在のロシア海軍における唯一の空母アドミラル・クズネツォフや、老朽化によって退役が進められているキーロフ級ミサイル巡洋艦に次ぐ大型艦である、スラバ級ミサイル巡洋艦が保有3隻すべて揃っていることで、アドミラル・クズネツォフがモントルー条約によりトルコのボスポラス海峡を通過できず、地中海から黒海に入ることができないことからすれば、実質上のロシア海軍水上艦の主力を黒海に集中させていたことだね。ロシア海軍が発信していた情報によれば、北方艦隊のマーシャル・ウスチーノフと、太平洋艦隊のバリアーグのスラバ級ミサイル巡洋艦2隻は3月に任務を終えてそれぞれの母港に寄港するとされていたんだ。しかし、2月28日にウクライナ政府の要請を受けたトルコが、条約に基づいて黒海から地中海への通り道であるボスポラス海峡とダーダネルス海峡において、軍用艦の航行を制限する措置を取ったことにより、黒海への増援は不可能ではないかと見られているよ。また、モスクワを沈めたネプチューンを、ウクライナ軍が後どれほど保有しているかが不明である以上、ロシア艦隊は迂闊に動くことができず、その意味ではウクライナの効果的なタイムリーヒットだったと言えるな。自衛隊は、12式地対艦誘導弾をはじめ、88式地対艦誘導弾など、ネプチューンと同類の装備を冷戦期から開発、配備してきたよね。これは、日本が島国であり、着上陸する敵は必ず海空を経由しなければならない特性を逆手に取ったもので、この他にも空対艦ミサイルのファミリー化や、それを投射するための戦闘機である F2 戦闘機の配備など、世界で最も高密度に対艦ミサイルを投射できる実力組織であると言っても過言ではないよ。今回、ウクライナ軍が挙げた大戦果を詳しく分析し、これを今後の訓練や装備品の開発に活かしていくことで、より一層抑止力を高めていくことが要求されると思うな。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、ウサギについてだよ。ウサギか、確かにめちゃくちゃ可愛いよね。うんうん。そのウサギなんだけど、寂しいと死んでしまう。と聞いたことがないかい？確かに聞いたことがあるよ。でもそれって本当なの？それだったら野生のウサギは常に群れなの？って思っちゃうよね。君にしては鋭いとこ攻めるね。それじゃ、説明していくよ。早速だけど、ウサギは寂しくて死ぬなんてのは嘘なんだ。これは、科学的にも獣医さんに聞いてもおそらくそんなことはないと答えるそうだよ。やっぱりね、じゃあなんで、そんなことを噂されるようになったの？それはね、飼い主が外出している時にウサギが突然死んでしまうことがたくさんあるかららしいんだ。その理由としては、ウサギは野生で生き残るために、たとえ病気や怪我をしていても、敵に察知されないように普通を装う習慣があるからなんだ。だから、ペットとして飼っているウサギも、野生の本能で飼い主に病気を隠してしまうから、ついさっきまで元気だったのに突然死んでしまうようなことが起こるそうだよ。余談だけど、噂が大きく広まったきっかけは、大人気ドラマのセリフウサギって寂しいと死んじゃうんだからが噂として残っているそうだぜ。そうそう。だからといって、飼育放棄などせずに、ちゃんと可愛がってあげてね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。2022年2月25日午前に米海軍佐世保軍港へアメリカ急強襲揚陸艦1番艦アメリカが入港したよ。これは、2022年1月から2月にかけて東シナ海及び西太平洋などで、実施していた日米共同訓練が終了したために母港の佐世保へ寄港したもので、
これから乗員の休養と艦隊の整備や補給を行うものと思われるね。この佐世保軍港への入港の際にティルトローター機として最も有名なオスプレイを9機とヘリコプターを5機、露天軽視していたことが確認され、話題となったな。中国兵の牽制も少なからずあるって感じかな？そうかもしれないね。さて今回は、米海軍の強襲揚陸艦が、オスプレイを満載して佐世保へ寄港したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。強襲揚陸艦アメリカは、ワスプ級強襲揚陸艦 SX や、トップ型揚陸艦などとともに米海軍の遠征打撃群を構成する主力艦の一角を成しており、今回の日米共同訓練では、米海軍に3つ級原子力空母3番艦カールビンソンや、同級5番艦のエイブラハム・リンカーンを主力とする空母打撃群と、連携及び総合運用能力の向上を図るための訓練が実施され、海上自衛隊からは、ヘリコプター搭載護衛艦ヒューガやミサイル護衛艦混合などが参加しているよ。そして、今回佐世保軍港へ入港したアメリカの飛行艦艦には、沖縄の普天間基地に配置されている、米海兵隊第3海兵遠征軍第1海兵航空団第36海兵航空軍所属の MV-22B オスプレイが露天軽視されていたみたい。通常は露天軽視せずに入港することが一般的であるため、近年、軍事的な威圧を強める中露の動向から、不測の事態に対応するために即応態勢を敷いていたのではないかと推測されているんだ。米海兵隊ではこれまでのヘリボーン作戦において、CH-46 ヘリコプターを利用していたんだけど、MV-22B オスプレイは CH-46 と比較して圧倒的に長い航続距離と移動速度を有しており、その性能は CH-46 を圧倒するものだったよ。MV-22B と CH-46 の具体的なスペック比較としては、最高速度 520km 変離及び巡航速度 490km 変離は約2倍の差があり、航続距離は CH-49 が約 700km であるところを MV-22B は約 3900km と5倍以上延伸しているぜ。兵員輸送量も CH-46 の12名から24名と倍増し、貨物搭載量も CH-46 と比べて約3倍となったってわけだ。また、MV-22B と陸上自衛隊でも導入した V-22 を含めたオスプレイシリーズ全般の機能として、装備する回転翼は主翼を90度回転して折りたたむことで胴体に収納することができ、CH-46 と比較しても船舶へ積載する際の占有スペースを少なくすることができるため、強襲揚陸艦や空母の格納庫へ CH-46 と比べて多く搭載することが可能となっているなど、MV-22B は CH-46 と比較して圧倒的優位性を持っているな。先に述べたように陸上自衛隊でも陸上運用型のオスプレイ V-22 を導入しており、2020年3月26日に新編された第1ヘリコプター弾輸送航空隊にて運用しているよ。同部隊は、2018年に新設された南西諸島などの離島防衛奪還作戦を主任務とする、水陸機動団の航空輸送手段として設立されており、V-22 は CH-47J と併用して運用されているね。このように陸上自衛隊にとっても V-22 は非常に有用な機体だけど、オスプレイがまだ試作機であった段階事故1回目1991年6月11日、事故2回目1992年7月20日で、二度の重大航空事故を引き起こしており、採用後の定率初期生産段階でも二度重大事故事故3回目2000年4月8日、2000年12月11日を起こしているんだ。そのため、水陸機動団が配備されている佐世保市の相浦駐屯地からも比較的近い立地であることから、配備先として計画されている佐賀空港へのオスプレイの配備について、佐賀空港周辺住民やその支援者が配備への反対を表明しているよ。そのため、用地取得も遅延しており、佐賀空港への配備を進められない状況となっているってわけ。それに伴い、佐賀空港への正式な配備決定までは、千葉県の木更津駐屯地へ暫定的に配備されることとなり、9機の V-22 オスプレイが2022年2月までに配備されることになったんだ。しかしながら、千葉県の木更津駐屯地への配備は、オスプレイに求められる水陸機動団の航空輸送任務を行うには、あまりにも距離が遠すぎるため、このままでは水陸機動団の作戦遂行能力に大きな足かせを課すことになりかねない状況となっているぜ。現状、佐賀空港へのオスプレイ配備の見通しは全く立っていない原因としては、開発段階や初期配備段階での事故をマスメディアや左翼団体指揮者が、センセーショナルに報じていることが原因であり、このような諸団体個人は、オスプレイが反対というよりも、日米同盟、在日米軍、
自衛隊そのものを反対であると主張しているため、防衛省とこのような諸団体等との対話は、いつまで経っても平行線をたどっているよ。そもそも、オスプレイの事故率は他のヘリコプターと比較しても特筆して高いものではなく、それはたかもオスプレイの事故率が高いかのように誇大に報じるマスメディアは公正な主張をしている言い難く、日本の防衛環境は、中ロ北朝鮮などの外敵だけではなく、そのような内なる敵にも適切に対処しなければならないという、厳しい環境に陥っているわけだな。今回、強襲揚陸艦アメリカの飛行甲板に露天軽視しているオスプレイの姿を報じた長崎テレビ KTN のニュースの内容についても、強襲揚陸艦にオスプレイが搭載されていることに批判的な論調となっており、この情報を長崎テレビに提供した市民団体であるリムピースは、日本全国に点在する在日米軍基地の監視を行い、その動向をネット上に公開しており、まるで他国に情報を横流しするスパイのような団体となっているんだ。この団体の運営については、在日米軍基地がある5つの地方自治体の市議や元市議の5名が携わっているとされており、同団体の公式ウェブサイト上には、この5名の名前が公表されているよ。この5名の運営者は、遠藤陽一元議員元東京都福生市議会無所属議員元雑誌記者、金子時雄議員神奈川県相模原市議会議員市民民主クラブ、田村純元議員山口県岩国市議会議員無所属、早見厚議員長崎県佐世保市議会議員社民党、山城康夫議員神奈川県横須賀市議会議員無所属と記載されており、いずれもが左翼系の活動家や左派政党の議員ってわけ、オスプレイの開発段階に発生した事故については、輸送機であるという特徴上乗員4名輸送兵員24名、1回あたりの事故の犠牲者数が多いことは事実だよ。これが、射出座席のある戦闘機であれば、事故の犠牲者は1名から2名、または0名であった可能性もあると言われているんだけど、それは搭乗員が少ないからであり、旅客機と同じように多数の人員を輸送する機体であることから、墜落時の犠牲者が多くなるのは致し方ないと言わざるを得ないんだよね。また、オスプレイが米国で量産が開始されて以降10年間に発生した4度の重大事故での犠牲者は7名とされているんだ。これは、他の機体の事故率で比較した場合でも事故率としてはむしろ低い方であり、米海兵隊の飛行時間として10万時間あたりのオスプレイの事故率は 1.93%、海兵隊が保有する全航空機の事故率は 2.45% であることから、オスプレイの事故率はそれを下回っており、むしろ相対的に安全性の高い軍用機であることが示されているってわけ。なお、民間航空会社の事故率と比較した場合、フィリピン航空は 2.47%、大韓航空は 2.58% となっており、それらの民間航空会社よりも低い値となっているんだ。このように公正に調査すればすぐに判明するようなデータが多く公開されているにもかかわらず、左派系の主張に沿う形の非常にバイアスのかかった情報ばかりが大きく報じられており、危険なオスプレイというイメージを国民に植え付け、日本の防衛を阻害している事実は、もっと広く知られるべきなんだよね。そもそも、オスプレイは米国において広く運用されている機体で、多くの実戦を経験している米軍が、任務に支障をきたすような安全性に疑義のある航空機の運用を拡大するのかって話だよな。米国は訴訟大国でもあるから、安全性に疑義のある機体を運用することで犠牲者が出た場合、米国政府は巨額の賠償責任を問われかねないぜ。だからこそ、米軍は軍で運用する航空機など兵器の安全性には十分に留意しているんだよね。さらに言えば、一例として、自衛隊が運用する重火器の製造した住友重機械工業は、その重火器の性能や耐久性のデータを改ざんしたことが公表されて大きな問題となったんだけど、その対象となる重火器は回収されずに運用が継続されているよ。そのようなことがまかり通っている自衛隊の安全審査よりも、米軍の安全審査の方が圧倒的に厳しいものが課されているということも周知されるべきだと思うんだ。実戦の機会が多い米軍は、実戦をあまり想定していない自衛隊などより、よほど安全に対する意識は高いものがあるってことだね。そのことも含め、防衛省はオスプレイの安全性について、しっかりと国民に周知していく必要があるだろうな。ちなみに、日本は米国本土以外でオスプレイのメンテナンスを行う企業がある。数少ない国の一つだぜ。日本においてオスプレイのメンテナンスリペアオーバーホール MRO 契約を結んでいるのは、日本飛行機と呼ばれる企業であり、神奈川県大和市に所在する同社の厚木工場にて、米軍及び自衛隊のオスプレイの整備を行っているよ。
国内でも銃整備の環境も整っており、日本は他国と比べてもより安全にオスプレイを運用できる国でもあるってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロシアのウクライナに対する軍事侵攻も終わりが見えないな。ほんとだよね。ロシア側も攻撃の手を緩めないし、ウクライナも一歩も引く気はない状態が続いてるね。何度も停戦協議は行われているけど、本当にロシアは停戦をする気があるのかって感じだね。経済制裁なんかでロシアは止められるのか？でも、全世界を巻き込む第三次世界大戦に発展することだけは避けないといけないでしょ。そしたらやっぱりどの国も迂闊には手を出すことはできないよね。今回の軍事侵攻は日本にとっても対岸の火事とは言えない。もしロシアがこの軍事侵攻を完全な形で成功させた場合、日本に対してもどこかの国が同じように侵攻してくることも考えられるよね。今回の軍事侵攻を見ているとわかるように実際は世界の警察と言われている。アメリカも他の西側諸国もはっきり言って何もできてないからね。独裁者の本気の脅しに対しては、どの国も何もできないことが露呈してしまったからね。そうだよな、日本としてはそういう最悪な事態にならないように、今の段階から敵国に対して牽制し続けていくしかないだろうな。ここではっきりと言うと中国も同じようなことを、日本や台湾、アジア諸国に仕掛けてくる可能性は十分にあるからね。それは西側諸国の国々は当然把握していて南シナ海周辺では、睨みを利かし続けてるんだよね。中国の度重なる挑発行為には、日本も台湾も自国だけでは対応しきれないからね。今回は、中国にあと一歩を踏み出させないために、西側諸国がどのように対応しているか見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2020年新型コロナウイルス蔓延がアメリカ軍にも大きな影響を及ぼしたんだ。原子力航空母艦セオドア・ルーズベルトがグアム島で一時隔離されて、活動をすることができないという危機的な状況になったんだ。いくら大型の航空母艦だと言っても、たった一隻が運用できなくなっただけじゃないの？それは違うよ。このことによって一時的にアジア、太平洋地域で作戦行動ができるアメリカの空母打撃群が一つ減ったということになるよね。アメリカの軍事力による牽制で均衡を保っていた地域では、一大事だと言っても過言ではなかったはずだよ。実際にセオドア・ルーズベルトが任務に復帰するまでの間は、中国の海洋進出の頻度は大幅に増加したと言われてるんだよ。やはりアメリカの空母打撃群が目を光らせてることで、中国の挑発行為を抑えてるところあるからな。それが一隻、海洋からいなくなったとなれば、中国にとってはこんなチャンスはないもんな。それじゃあやっぱり日本の尖閣諸島周辺でも中国の領海侵犯は増えたのかな？うん、それは間違いないよね。特に日本の尖閣諸島周辺への度重なる侵入行為は、2020年に一気に増加していて2020年度は過去最大の年間300回以上の侵犯行為が行われたんだ。年間で300回も？ほぼ毎日ってことじゃん。そりゃあ、海上保安庁や海上自衛隊は大変だっただろうな。もちろん、同じような侵犯行為を受けてるのは日本だけじゃない。中国はずっと台湾を自国領だと主張し続けてるからね。侵犯行為や挑発行為を繰り返していて、日本よりも軍事衝突の危機感は高まっているんだ。まさに今のロシアのウクライナ侵攻と同じ道をたどる可能性があるってことだな。あれだけの国土を持ってる大国なのにまだ領土を広げたいのかな？さらに中国は南シナ海の約8割にあたる海域を自国領だと主張していて、7つの環礁を埋め立てて人工島を作り滑走路や港湾を建設し、航空機や艦艇の配備をしているんだ。なんだよそりゃ、完全に侵攻するための準備を進めてるじゃないかよ。こうやって少しずつ少しずつ攻めてきてるってことだね。そうだね、少しずつ中国のシナリオが進んでいってる感じだよね。南シナ海の周辺国はどの国も中国と比較すれば軍事的に見れば小国ばかりだからね。台湾、フィリピン、ベトナムなども中国の脅威にさらされてるんだよ。こうなったらもちろんアメリカも黙ってはないだろ。もちろん、中国が一方的に主張している領海を認めないアメリカは、執行の自由作戦と称する南シナ海への艦艇の派遣をたびたび行っていて、2020年度に関しては航空母艦ロナルド・レーガンを3度も南シナ海に派遣したんだ。ロナルド・レーガンを中心とする空母打撃群は南シナ海で軍事演習を行い、中国への牽制を継続して行って両国の睨み合いが激しさを増したんだ。アメリカに南シナ海で軍事演習をされたら、さすがの中国も露骨に領海を犯すわけにはいかないよね。誰もがそう思ったんだけど意外と中国はこれまでの強気な姿勢は崩さなかったんだ。それには理由があって、中国は航空母艦や強襲揚陸艦、駆
駆艦などを大幅に増強していて中長距離の射程を持つ地対艦ミサイルの配備を進めていることが原因だと言われてるんだ。最近の中国の軍備強化は凄まじい勢いだもんな。そりゃ強気な姿勢にもなるだろうな。ここまでは中国の話だったけど、ヨーロッパでも同じような動きがあるんだ。これは今全世界で注目を集めているロシアに対しての動きだね。中国もロシアも同じような独裁国家だもんね。2021年にフランス海軍の攻撃型原子力潜水艦エムロードが南シナ海に進出し、イギリス海軍の航空母艦クイーンエリザベスが極東に派遣されるなどの動きがあったんだ。イギリス、フランスなどの国々は旧ソ連、現ロシアを最大の仮想敵国と定めていて、NATO に加盟することで、集団安全保障を確立していたんだけど、近年はその脅威も薄まってきてる感は否めないんだよね。それは今回のウクライナ侵攻を見てもわかるよな。一時期ロシアは新型コロナウイルスの蔓延や原油価格の暴落で、国の基盤が揺らぐほど弱体化していた時期もあったんだけど、ロシアも軍事力の増強は進めていて、それに伴って、ヨーロッパ各国も軍事力の増強に力を入れ出したんだ。特にスウェーデンは今までは中立的な立場だったんだけど、ロシアの脅威が増すことで軍備にもかなり力を入れ出したようだよ。スウェーデンは NATO 加盟国のノルウェーと、新ロシア的なフィンランドに挟まれる形の特殊な地理的環境だからな。脅威を感じるだろうな。第二次世界大戦時には、西のノルウェーはドイツに、東のフィンランドはソ連に蹂躙された歴史を持っている。そういう環境に置かれてるから武装中立を掲げた上で国家の存続を図ってきたんだ。でも2009年にはリビアの内戦に参加するなどしているので、純粋な中立国とは言えなくなってるんだ。スウェーデンは小国ではあるけれど、こういう背景から軍事力を自国で維持するための軍需産業は盛んで、小型の戦闘機や小型戦闘機などを自国で開発しているんだ。スウェーデンが生産している小型戦闘機グリペンは、国内最大の軍事企業サーブ社の製品で自国以外でも、ハンガリー、チェコ、ブルガリア、南アフリカ、タイ、ブラジルなどに採用されていて、戦闘機としての評価も高いそうなんだよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。今日も雑学言ってみよう。いつもありがとう。今日は秘伝のタレについて話してみようか。うなぎや焼き鳥が美味しい名店には、創業当時から継ぎ足して使っているとされる秘伝のタレがあるよね。長く継ぎ足しているお店では、100年以上も継ぎ足してタレを使い続けているお店もあるみたいなんだよ。でも、そんなに継ぎ足し続けて衛生的に大丈夫なの？と思ってしまう人もいるよね。確かに、いくら継ぎ足しているとはいえ、そんなに長く使い続けていると腐ってしまわない？って思うよね。でもね、継ぎ足して使うタレには腐らないちゃんとした理由があるんだよ。しかも、名店ほどタレが腐りにくいみたいなんだ。今回は継ぎ足しのタレが腐らない理由を紹介するね。継ぎ足して使い続けてもタレが腐らない理由は大きく分けると3つあるみたいなんだ。1つ目は低温殺菌されているから。実は継ぎ足しのタレは低温殺菌されることによって菌類が繁殖できないようになっているみたいなんだ。低温殺菌とは、マイナスの冷たい温度で殺菌するのではなく、63度から68度ぐらいの長時間の高温で殺菌することなんだ。焼いたうなぎや鶏肉をタレにつけることにより、タレの温度が上がり、結果的に低温殺菌されるということだね。さっき名店ほどタレが腐らないと言ったけど、名店にはお客さんがたくさん来るため注文も多く、常にタレが低温殺菌されるため、菌が繁殖しづらいってことなんだ。でもね、単純にタレの温度を上げてしまうと、タレが煮詰まってしまい、タンパク質が変異してしまうんだ。そのため味が変わってしまい、せっかく継ぎ足してきたタレが台無しになってしまうので注意が必要なんだそうだよ。二つ目は塩分や糖分が高いから、蜂蜜は腐らない食材としてみんなよく知っているよね。その理由は、糖分が多く含まれているからなんだよ。そして、蜂蜜と同様に継ぎ足しのタレも塩分や糖分を多く含んでいる。そのため、菌が繁殖しづらい環境となっているんだよ。でも、蜂蜜と違って正しく保存していても絶対に腐らないというわけではないんだよ。確かに塩分も糖分も含んでいるけど、菌が繁殖できないわけではなく、しっかり殺菌しないで放置していると腐ってしまう可能性はあるんだ。あくまで腐りにくい環境というわけなんだよ。三つ目は継ぎ足しで中身が入れ替わるため、100年以上継ぎ足しをしていても、実は中身が入れ替わっているため、古いタレがそのまま残っているということはほとんどないんだ。継ぎ足して使っているうちに、だいたい1ヶ月ほどで中身はほぼ新しいタレに入れ替わっているみたいだよ。
そう聞くと少し残念な気もするけど、最初からタレを作り直すよりは、継ぎ足すことによって同じ味でお客さんに自慢の味を出し続けることが可能になるよ。タレにつけるうなぎや鶏肉からも旨味は出るし、継ぎ足しで作った方が旨味が凝縮されて美味しいタレを味わうことができるんだよ。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ちょっと焼き鳥食べに行ってくるぜ。付き合うよ。インタファクス通信が2022年3月10日にロシア国防省の公式発表として報じたところによると、2022年3月10日にロシア軍東部軍管区レイカの部隊が、千島列島において S-300 地対空ミサイルシステムを用いた実弾発射演習を実施したらしいんだ。この千島列島、ロシアでいうところのクリル諸島は、北方から押し寄せる米軍を迎え撃つ重要なロシア本土防衛ラインの一つだな。だからこそ、北方領土を含む千島列島の各島々には地対空ミサイルや地対艦ミサイルを有する守備隊が配備されているってわけだね。そういうことだね。さて今回は、ロシア軍による千島列島などでの大規模演習についてと、ロシア軍が保有する S-300 について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。今回、ロシアのウクライナ侵攻に呼応する形で実施された極東での大規模演習では、領空侵犯機に対して S-300 地対空ミサイルシステムを用いた迎撃を想定して防空演習が行われたとされており、ロシア国防省の発表によれば、領空侵犯機役の目標を全機撃墜したとし、その防空演習の成果を強調しているよ。今回の大規模演習では、ロシア海軍からも多数の艦艇が参加していたとされ、3月上旬から中旬にかけて、日本の津軽海峡や宗谷海峡にも多数のロシア海軍艦艇が航行しているのが確認されており、日本政府としても今回の大規模演習に対しては、ロシアへ外交ルートを通じて遺憾の意を示しているけど、ロシアとしては、日本に対して、今回の演習によってロシアからの軍事的な脅威を改めて認識させれば良いため、過剰な反応はロシアを利することになるため、日本としては、今回のように遺憾の意を示し、粛々と対応するのが良いのであろうと思われるんだ。実際問題、今回の防空演習で使用された S-300 地対空ミサイルは、日本の脅威となりうるの？そもそも、この S-300 は、1970年代に旧ソ連によって開発された長距離地対空ミサイルシステムであり、様々な派生型も存在する旧ソ連圏では最も代表的なエリア防空を担う対空ミサイルシステムのことなんだ。米国の対空ミサイルシステムであれば、スタンダード長距離艦対空ミサイルシステムが S-300 に相当するミサイルとなるよ。NATO でのコードネームは、初期生産型の S-300P であれば、SA-10A グランブル、弾道ミサイル迎撃型の S-300V であれば、SA-12A グラディエーター、SA-12B ジャイアントなどと呼ばれているんだ。また、S-300P を艦載化した S-300F フォールトは、NATO では SAN-6 と呼称されており、1970年代半ばに S-300P が実戦配備されて以降、順次改良や派生型の開発が進められており、S-300 ファミリーとされるその形式は、大きく艦載型の S-300F 系列、地上配備型の S-300P 系列、弾道ミサイル迎撃型の S-300V 系列の3つに分けることができるよ。しかしながら、それぞれの形式の S-300 は、同じ S-300 との名は冠しているものの、特に米国の準中距離弾道ミサイル MGM-31 パーシングミを迎撃するために開発された S-300V については、他の S-300 の系譜とは全く異なる設計となっているんだよな。そうそう。担当した旧ソ連の設計局もそれぞれ異なっており、S-300P はアルマズ設計局、S-300F はアルテアー設計局、S-300V はアンティ設計局がそれぞれ開発を担当しており、より S-300 の系譜を複雑にしてしまっているみたい。S-300 系列の採用国としては、旧東側諸国を中心にイランやエジプト、ベネズエラなど、多くの国で導入されており、現在進行中のロシアのウクライナ侵攻では、ウクライナが実戦で S-300P を用いてロシア空軍の航空機を撃墜する戦果を上げているんだ。日本周辺においても2020年12月1日、ロシアの国防省系列のテレビ局スベズダが報じたところによると、北方領土の択捉島に射程が 400km に達する S-300V4 が配備されたとしており、ロシア軍による北方領土の実効支配の強化が一層進められているんだよね。そして、現在では S-300 の後継として、その改良型である S-400 が開発されているんだ。この S-400 トリウムフロシア語で大勝利の絵。長距離地対空ミサイルシステム NATO コードネーム SA-21 グラウラーは、長射程かつ同時多目標への追跡迎撃が可能なシステムとなっており、
従来の S300P 系列と比べても格段に防空能力が強化されているみたい。S400 は、米軍が運用するパトリオットミサイルシステムと比較しても、同システムの2倍の有効射程を有しているとされており、ロシア国防省が公開した資料では、400クム先の6つの目標に対して追尾迎撃する能力を有しており、対ステルス機に対しても優れた能力を示しているとされているんだ。この S400 は、東シベリアのバイカル湖から太平洋までを範囲とする、極東ロシア地域の防空を担うために2017年12月にウラジオストクへと配備され、その後も原子力潜水艦基地が所在するハバロフスクやユジノサハリンスクなどへ配備が進められているみたい。また、今回のロシア軍の大規模演習では、ロシア海軍の動きも活発化しているね。エトロフ島での防空演習が実施された後、2022年3月10日深夜から翌11日にかけて、津軽海峡の国際航路をロシア海軍太平洋艦隊に所属するウダロイ旧駆逐艦など、重責が太平洋側から日本海方面へ向けて通行しているのが確認されたほか、3月14日にも別のウダロイ旧駆逐艦など6隻が宗谷海峡を、オホーツク海側から日本海方面へ向けて通行しているのが確認されたんだ。今回の大規模演習には、ロシア海軍から24隻の艦艇が参加しているとされており、その艦艇の一部が演習終了後にウラジオストクなどへ帰還するために航行していたのではないかと推察されているんだよね。海上自衛隊も警戒を強めており、P3C 哨戒機や護衛艦を向かわせ、警戒監視活動を行っているな。これらのロシア軍の行動について、ネット上では不安や懸念の声が多く寄せられており、ロシアが北海道を占拠しようとしているのではないかとの声も聞かれ、ロシアのウクライナ侵攻もあっている中で日本国民がロシアの動向に対して敏感になっていることが伺われるんだよね。しかしながら、今回のロシア軍の行動について、日本として過剰に反応することは、ロシアの思惑に乗ることになり、ロシアに利する行為であると言えるんだ。今回、津軽海峡や宗谷海峡を通行したロシア海軍艦艇について、撮影された写真からも伺えるんだけど、そこには今では年代ものであると言っても良い。1960年代に就役した旧式艦や艦隊のあちこちに錆が浮いて、整備が行き届いていないように見える艦も多数確認されているよ。潜水艦発射型巡航ミサイルを搭載可能なキロ級通常動力型潜水艦については脅威と認識しても良いんだろうけど、所詮は通常動力型潜水艦であるため、原子力潜水艦に比べれば脅威度はかなり低下するし、何よりも現在日本が保有する海上自衛隊や航空自衛隊の対処能力をもってすれば、十分に打ち勝つことができる戦力であるということが、逆に確認できたとも言えるんだよね。さらにロシア海軍太平洋艦隊で最も戦闘能力が高いであろう。太平洋艦隊機関スラバ級ミサイル巡洋艦バヤーグについても、この度のウクライナ侵攻に合わせて国会へと派遣されているため、ロシア海軍の太平洋方面での戦力は従前とは言えない状況となっているんだ。また、ウクライナ侵攻に投入するため、陶器戦に強いシベリアに駐屯する兵力から相当数の兵を引き抜いているとされており、このような状況で、ロシアが日本へ侵攻する可能性はほぼゼロに近いのではないかと推察されるよ。直近では、ロシアの国会議員による北海道の全てに対してロシアが権利を有するという発言についても、あくまでも実効性の伴わない牽制や脅しに類するものであり、日本が過剰に反応する必要はないものであろうと思われるんだ。今後、ロシアのウクライナ侵攻について、ある程度の決着を見るまでは、ロシアは周辺諸国に対して牽制する発言や行動を続けるだろうが、実効性の伴わないそれらの発言や行動に対しては、過敏になりすぎないことが肝要なのではないかと思うぜ。そして、日本として最も脅威を感じて、その動向を注意深く監視しなければならないのが中国についてだからな。そうだね。中国はロシア寄りの姿勢を示しており、北京オリンピックも終了しているから。中国がこの機に乗じて何らかのアクションを起こすことは十分に考えられる事態だからね。ロシアによる力による現状変更が結果として容認されるような事態となれば、中国も力によって台湾を併合しようとしたり、尖閣諸島を武力により奪い取ろうとすることも考えられるもんね。場合によっては、中国はロシアと共同して日本へと軍事的な圧力を加えることも想定され、ロシアと中国が南北で活動を活発化した場合、自衛隊は二正面作戦を強いられることになりかねないからな。また、中国が核兵器の使用を示唆した場合、果たして米軍は武力による軍事介入を行うのか、米国のウクライナへの対応を見ている限り、現状では疑問符すらついてしまっている状況だぜ。中国軍が尖閣諸島へ侵攻した場合によっては米軍が傍観し、
自衛隊単独での防衛戦闘も想定され、その場合、尖閣諸島を自衛隊だけでは守りきれない可能性もあるんだ。そのため、今からでも日本単独でも自国領を防衛できるだけの力を得る努力を行い、それをもって抑止力とすることで、中国やロシアがうかつに日本に手出しできない環境づくりを行うことが重要だと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。それにしても本当に最近のロシアは怖いよね。ニュースで見るたびにひどくなってるからな。一日でも早く戦争が終わることを願います。ちなみに、僕たち新人なのでよろしくお願いします。これからよろしくお願いします。現状、ウクライナの前線の要因には、各国からの支援によるものが大きいよね。軍事大国である米英が、このウクライナ侵攻にウクライナ側に支援をしているしな。この結果すべての領域で西側諸国が勝っているのではと考えられるぜ。これだけ主要大国がウクライナに味方してたら、ウクライナとしても心強いだろうね。逆にロシアからすれば孤立無援って感じだもんな。そうだね。さて今回は、ロシア軍の苦戦や、ウクライナ軍の奮戦を支えるハイテク兵器について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。イギリス国防省が2022年5月2日に公表した、ロシア軍がウクライナ侵略開始以来の被害の分析結果によると、ロシア軍が投入したとされている大隊戦術群120以上のうち4分の1以上の部隊が戦闘不能に近い状態になっているんだって。また、当初投入した部隊のおおむね3分の1が損耗したとの情報もあり、ウクライナ侵攻軍にもはや衝撃力は期待できないという見方が大勢だよ。ロシア陸軍における大隊戦術群とは、高水準の即応能力を保った諸兵科による連合機動部隊で、1個大隊戦術群は、防空部隊、砲兵部隊、工兵部隊、及び後方支援部隊などが増強された、2から4個中隊で編成された機械化歩兵大隊で構成されるんだ。さらに、戦車中隊及びロケット砲部隊などが加えられ強化された部隊もあるぜ。大隊戦術群は2013年から2015年にかけて行われたロシアによる、ウクライナ軍事介入特にドンバス地方での戦闘において投入され主力としていたとされ、これらの大隊戦術群は、1個戦車中隊、3個機械化歩兵中隊、2個対戦車中隊、2または3個砲兵中隊、および2個防空中隊から構成されていたよ。ロシアのセルゲイ・ショイグ国防相によれば、2021年8月現在、ロシア陸軍ではおよそ170個大隊戦術群を有していたとされ、各大隊戦術群は約700人から1000人の将校及び兵士を有し、それぞれ20台の戦車と40台の歩兵戦闘車などの装甲戦闘車両が配備されるとしているみたい。ロシア陸軍がこの大隊戦術群を採用した経緯は、第一次及び第二次チェチェン戦争と2008年のジョージアとの戦争中に、旅団及び師団において人員と装備が不足したことに起因していて、その場しのぎとしてロシア陸軍で形成されたことが発端だったんだ。このジョージア戦争における大隊戦術群の急ごしらえに対する批判を受けて、ロシア国防省は2008年10月に定員と装備を充足させた常設即応旅団を創設することでロシア陸軍を再編すると発表したんだけど、2009年11月にセルジュコフ国防省が罷免されて、現在のショイグ国防省が就任した際に、守備旅団内に常設即応大隊戦術群を作ることが選択されたため、この常設即応旅団創設計画は見送られたよ。この大隊戦術群の利点は、異なる兵器体系を組み合わせていることによって、ここの組織レベルにおいて重火器による攻撃が戦術的に容易に選択できることにあり、例えばアメリカ陸軍の基本的な機動部隊である旅団戦闘団 BCT と対峙した際には、長射程の重火砲を持たない BCT を遠距離から攻撃しつつ有利に交戦することが可能とされているな。しかし、この大隊戦術群は、敵や戦軍に対して機動力と打撃力の優位を持って攻撃することは可能でも、陣地の占領や都市部における行動などでは、その歩兵人員の少なさゆえに不利な状況に立たされるという指摘もあったぜ。これは、大隊戦術群では歩兵の人員が約200名程度で BCT と比べて不足しており、側方や後方の安全を確保するためには、後方支援部隊や軍隊に代わる準軍事組織、例えばドンバス戦争における新ロシア武装民兵組織などの存在が必要不可欠とされているんだけど、これら準軍事組織と大隊戦術群の司令官との連絡には携帯電話などが使用されることが多く、それらに情報保全対策が施されていないことが問題視されていたよ。今回のウクライナ侵略ではロシア軍の将官級司令官が多数戦死していると伝えられているんだけど、この携帯電話のセキュリティ対策を実施せずに実戦で使用したため、
司令官の居所が明らかにされて攻撃を受けたためではないかと見られているんだ。言ってしまえばロシアの慢心が招いた結果だよね。また、ロシアの法律によって徴兵による徴集兵がロシア国外において作戦行動を行うことは禁止されていて、ロシア国外での代替戦術群は志願兵で編成されているはずなんだけど、ウクライナ国内に侵入したロシアの代替戦術群の捕虜の中に、訓練すらまともに受けていない若年の徴集兵が多数存在していることが明らかになっていて、ロシア軍の人員不足が浮き彫りにされているよ。今回のウクライナ侵略においては、この代替戦術群の欠点が露骨に現れていて、特に初期段階において首都キーウ周辺の空港を脱出するために投入した、精鋭中の精鋭である空挺部隊に多大な損害を被ったことで、このまま戦争が終結したとしてもロシア陸軍の再編には数年を要するであろうと見られているな。多大な被害が出てるもんね。以前のように編成するには時間がかかるのも当然かな。そうだね。ロシア陸軍は首都キーウ陥落を諦めて以来、代替戦術群を再編成した上でウクライナ東部2州の独立解放を目指して再配置して攻勢をかけているとされているんだけど、アメリカ国防総省やイギリス国防省、両国のメディアなどの情報によれば、ドンバス地方など東部戦線は膠着状態にあるとの見方が示されているよ。アメリカ、イギリスの情報筋などでは、ウクライナ東部での戦況が膠着状態にある理由について、ロシア軍がキーウ周辺から撤退した理由とされた長い補給線は、ロシア領内に近い東部戦線では解決されたはずであるが、前線部隊での軍事物資の不足が一段と深刻化していると指摘した上で、満足に食事も取れないロシア軍兵士の士気は大きく低下しているとしているよ。代替戦術群は、その要求する物資に対しての兵站能力が非常に限られており、2から3回戦で十分な衝撃力を発揮することは可能であっても、現在のような長期持久戦となると、兵站組織への大きな負担から兵站が混乱し、不利に立たされかねないと、以前ロシア軍と合同訓練を行った中国人民解放軍の分析があったんだけど、その分析が正しいものであったと、現在のロシア軍からは言えると思う。また、ウクライナ軍についてはアメリカや NATO 加盟諸国からの兵器供給における主要な中継地であるポーランドから東部が離れているために、供給された兵器の到着に時間を要しているようだと見ているんだ。前進を妨げられて士気の落ちたロシア軍に対する有効な攻撃として、後方の兵站を叩くことが軍事専門家などから指摘されているが、ウクライナ軍には長射程のミサイルなどの装備がなく、現状では難しいな。そのため、ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカのバイデン大統領に対して新型の 155mm 榴弾砲と長射程誘導砲弾の供与を要請し、それらがウクライナ国内に配備されつつあるぜ。 155mm 榴弾砲は通常では射程 20km 前後であり、後方の兵站支援部隊などへの攻撃は難しく、また間接照準火器であることから戦車やトラックなどの移動目標への攻撃には向いていないんだけど、アメリカのレイセオン社とスウェーデンの BAE システムズボフォース社が共同開発した長射程誘導弾 M982 エクスカリバーを使用することで 40km 以上の射程と精密射撃によって後方の兵站を攻撃することが可能となるとされているよ。5月の初頭にはイジューム正面において軍団級の指揮所を砲撃し、相当の戦果を上げるなどしており、今後の活躍が期待されているな。さらに、アメリカからはスイッチブレードやフェニックスゴーストなどの対空時間が長く、長距離を飛翔する自爆攻撃型ドローンが供与され、現在ウクライナ兵が訓練を受けているとされていて、これらが前線に配置されるようになれば、ロシア軍後方の攻団組織を壊滅させることが可能になると見られているぜ。このところ、ウクライナ北部の国境に近いロシア軍の施設が攻撃されたとの情報があり、ロシア軍による偽旗作戦ではないかとの見方が広がっているんだけど、もしかするとウクライナ軍においてこれらの供与された長射程兵器が運用可能となり、その試験も兼ねて攻撃を加えているのかもしれないとの見方も出ており、ウクライナ軍が反転攻勢に出る可能性が示唆されているね。その場合、指揮喪失のロシア軍が総崩れとなる可能性はあるよね。その通りだね。また、西側からの各種装備供与に加えてウクライナ軍自身がロシア軍から露獲した各種装備品の戦力化も進展しており、これらを合同して運用していられる大規模な打撃力をロシア軍に対して運用した場合、湿地の回復だけでなく、クリミア半島や東部2州の奪還をも視野に入れることができるのではないかという指摘もあるんだ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、南極についてだよ。南極か、考えただけで寒くて風邪ひきそうだな。そう、あのね、南極では風邪をひかないんだ。え、なんで？
寒くて菌が生きられないからなの？そう思うよね。でも違う理由があるんだ。その理由はね、まず風は人の体を媒介に活動しているよね。そうだね。でも、南極には人がいないから風邪をひかないんだ。だから、南極では風邪をひかないと言われているんだ。え、何その引っ掛け問題みたいなの？だって考えたらわかるでしょ。過去最低気温マイナス 89.2 度を記録したことのある南極で人が生活できると思う？か、考えただけで凍えそうだな。だよね。でも、全く風邪をひかないということでもないらしいよ。南極に出発する前にすでに風邪の菌が体に潜伏していて、南極に到着した後に発症してしまうこともあるらしいんだ。だから、南極に行く前は、徹底して体調管理をしているらしいんだ。なるほどね。それだけ徹底して体調管理しているなら、そりゃ風邪もひかないはずだよね。みんなも自慢してみてね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。